西日本は新たな災害発生に警戒東海、北陸など東日本も大雨の恐れ。今日16日、月は、周雨前線が次第に北上し、九州を中心に激しい雨の降っているところがあります。今夜から明日17日、日にかけては、前線がさらに北上することに加え、西から寒冷渦が近づいてくる影響で激しい雨の範囲が、 広がる見込みです。今日の午後は、鹿児島県を中心に、活発な雨雲が次々と流れ込んで、局地的に激しい雨が降っています。15時までの1時間の雨の量は、鹿児島県鹿児島市、木入で48.0ミ、mm、リメートル、枕崎市で29.0ミ、mm、リメートルを観測しました。降り始めからの雨量が記録的になっている、長崎県や佐賀県、 福岡県などの九州北部は、比較的雨が落ち着いているものの、地盤の緩んだ状態は継続している状況です。土砂災害の危険度は依然として広い範囲で、赤の、警戒、ところどころで、薄紫の、非常に危険になっており、少しの雨の強まりで、土砂災害が発生してもおかしくありません。明日は、西日本各地に、大雨エリアが、拡大17日,日、 昼の雨の予想、今夜から明日17日、日にかけては、上空の寒気を伴った低気圧である寒冷渦が西から近づいてくる影響で気圧配置に変化が出ます。西日本の広い範囲に活発な雨雲が広がり、南西からの風が文後水道を吹き抜ける広島周辺や山にぶつかる四国太平洋側などは特に雨の強まる恐れがあります。また、 北陸や東海、甲信などの東日本にも雨雲は拡大して、山沿いを中心に激しい雨の降るところがあります。長野県では土砂災害や浸水による被害がすでに起きていますので、影響の拡大に警戒をしてください。19日、日、頃まで大雨の恐れ被害拡大に厳重警戒。19日、日、夜までに新たに予想される降水量。19日、木、 までにに新たに降る雨のの量は西日本から東海広島周辺や四国太平洋側など多いところでは300ミリメートルを上回るような雨がこれまでの雨に加えて降る見込みですすでに降り始めからの雨が多いところで1000ミリメートルを超えるなど各地で記録的な大雨となっている状況です地盤が緩んでいるため 依然として土砂災害が発生する危険性は高い状態が続いています。増水した河川に加えて急な斜面にも近づかないようにしてください。今後の雨の影響で新たな災害が発生し被害が拡大する恐れがあります。最新の気象情報や自治体からの避難情報をこまめに確認し逃げ遅れないよう危険な場所から避難するようにしてください。自分は 大丈夫という心理が働きやすくなるため避難の際は周囲の人とも声を掛け合い遠方に住む家族などにも避難を呼びかけるなども有効です。<music>